gotta tell you something I could do. I could be running or I'm chasing you, but I won't. Cause I got better, better things to do. Rather spend my precious time chasing somebody who loves me too.はいさーい、本日は ASUS さんとのタイアップということで、こちらの新発売された Zenfone 7 Pro という、スマホを紹介していきたいと思います。まあ、ASUS といえばね、言わずとも知れた世界有数のパソコンメーカーですよね。そのパソコンメーカーがパソコン作りで培った技術っていうのを、まあ、余すことなくスマホに詰め込んだというものになります。 5G にももちろん対応しておりますし、カメラ性能もね、いろんなアイデアと技術が詰まっていて、まさに新時代のスマホっていう感じなんです。まあ、スマホでね、ビデオブログとか動画編集っていうのをしたいっていう方、2週間ぐらい使い込んでこちらを紹介することにしましたので、ぜひ最後まで見ていってください。はい、ということでこちらの Zenfone 7 Pro なんですけれどもね、なんとメインカメラの画素数がね、6400万画素、すごいですよねこれ。さらにね、カメラがフリップするんですよ。フリップして自分の方に行きますので、外カメの一番画質のいいところで自撮りもできちゃうと。まさにね、ビデオブログにぴったりですよね。で、カメラに少し詳しい人であれば、こんな小さいスマホのカメラセンサーにね、6400万画素も画素数乗っけて大丈夫なのって思う方いらっしゃるかと思うんですよね。まあ、特にやっぱり小さいセンサーに大きい画素数積みますと、暗所性能っていうのがどうしても悪くなってしまうんですよね。ただね、こちら僕今回夜のみ撮影に使ってとことんカメラをいじめ倒してきましたよ。夜の撮影すごい強いんだなってことが分かりました。で、それからもう一つ嬉しいのが、最近のハイスペックスマホには多いんですけれども、三眼カメラになっておりますので、レンズを使い分けるということができます。広角、超広角、ズームということになっておりまして、全て試してきました。各レンズで写真を撮ったり、動画を撮ったりもしてますので、まずはこちらの検証をご覧ください。サンスタ3種類のレンズを使って写真撮ってきました。あのね、写真すごい綺麗だと思ったら、センサーはソニー製らしい。いやー、さすがだね、そりゃ綺麗だわ。この Zenfone 7 Pro なんですけれども、 HDR 撮影や夜景モードがついてて、まあ、夜間の撮影もクリアに使えるっていうことでね、早速写真を夜間に撮ってきました。今見ていただいているものが HDR をオンにして撮影した写真です。明るいですよね。通常撮影と比べると、まあ、こんな感じ。その差は歴然って感じがしますよね。では並べてみましょう。はい、こんな感じですね。うん、わかりますね。 HDR すごいなという感じです。ちなみにね、他社製品の HDR 撮影とも比べてみましたが、こういう感じで Zenfone 7 Pro の方がね、発色いいですね。もう一つ、前情報を聞いた段階ですごく気になってたことを検証してきました。超広角レンズでもレンズ周差が少ないっていうことを聞いてたんですね。で、実際にこのようにポートレートを、まあポートレートというかな、スナップなんですけど、撮ってきて、こちらにちゃんまりいますけれども、やはりね、人は少し顔が、こちら側に向かって伸びてるかなという感じがします。なんだよ、結構伸びるじゃんとも思ったんですけれども、通常使いにおいてはこのぐらいだと気にならないかなという程度の周差には抑えられてますね。それがよくわかるのがここの部分ですね。それからこのヤシの木のこの部分、見てみると、まあ、風景とかスナップ撮るレベルで考えると全く気にならないぐらいの周差ですよね。これで作品撮るわけではないと思うので、まあ、このぐらいだったら全然実用の範囲だと思いますね。続いてズーム倍率見ていきましょう。今ね、一番広いところで撮ってるんだけど、一番近くまで寄ると多分ね、あの一番奥の看板全然余裕で撮れると思う。夜間にこれだけの倍率でこれぐらいの解像度保てるって結構すごいですよ。続いては Zenfone 7 Pro のすっごく面白い機能です。これ外カメラ見ててくださいよ。ほら、こうやって内側向いてね、こういう風に自撮りするんです。モーショントラッキングという機能にもこの回転式カメラが恩恵を与えています。モーショントラッキングはこのように被写体を選択すると、黄色い枠が出てね、勝手に追っかけてくれるんですけれども、ちゃんまりを追い続けてますよね。カメラはついには僕の肩まで入るんです。正面から見るとその謎がわかります。このようにね、カメラが追従してくれてるんですよ。面白い。続いてはハイパーステディという強烈な手ブレ補正機能の検証です。本製品は通常時から強烈な手ブレ補正が効くんですけど、ハイパーステディモードはさらに上を行く手ブレ補正となっております。まあ、少しね、画面がクロップされる、まあ、画面というか素材がクロップされるということと、あとはなぜか色味が少し変わってしまった気がしたんで、まあ、一癖ある気はするんですけれども、手ブレを気にせずに歩き撮影ができるということでね、強烈です。
今ね、普通に動画撮ってるんだけど、すごい風なの。かなり風切り音入っちゃってるんじゃないかな。どうですか？髪の毛でわかるよね、風の強さ。で、今からね、ちょっと風切り音の低減モードを試します。どうですか？風の強さ、多分髪の毛見たらさっきと一緒ぐらいってわかると思うんだけど、どのぐらい変わってるかな。かなり綺麗に超えてるんじゃないかなと思います。Something I could do. I could be running or I'm chasing you, but I won't. 'Cause I got better, better things to do. Rather spend my precious time chasing somebody who loves me too. If I got a dollar for every time you slam the door, I would be the richest girl alive, alive, alive.If you hadn't run away, every time I asked you stay, you would sleep right next to me tonight. But you didn't know me, all you wanted was a game to play, and you couldn't handle that I had my ways. I found your mind tricks and your side chicks, I'm a winner, babe. But you didn't win this, it's a part of the game. In the beginning, I just didn't know that you're an enemy I held too close. Now I know, 'cause you did everything to prove me wrong. You were not the guy I thought. Now I may be beating you at your own. Yeah. If I got a dollar for every time you slammed the door, I would be the richest girl alive, alive.You wanted was a game to play, and you couldn't handle that I had my ways. I found your mind tricks and your side chicks, I'm a winner, babe. But you didn't win this, it's a part of the game. Yeah, I beat you at your game. And if you were me...はい、ということでいかがでしたでしょうか。僕がね、紹介したくなる理由分かったと思います。本当これがあればね、サブカメラとしてというかメインカメラとして使ってもいいぐらいですよね。だから旅行に本製品を1台持っていけばいいんですよ。パソコン？いらないいらない。エイスースさんはパソコンのメーカーですので、もちろんね、スペックもすごいものを積んでます。ちょっとね、スペックあるので読み上げますね。まず高性能プロセッサーですとか、それから高速なメモリを 8GB も搭載しておりまして、 256GB の容量も、搭載してます。さらにはですね、マイクロ SD なんかも 2TB の容量まで対応してるっていう。すごいですよね。 4K で撮ったデータバシバシ中に入れることできるんですよ。で、メモリ容量もありますから、普通にね、サクサクとスマホ用の編集アプリが動いてくれるんですね。ルマフュージョンなんかもしっかり動きましたよ。まあさすがパソコンメーカーだなというところですよね。スマホで撮影して、そのままスマホで編集までできちゃうと。もうパソコンもカメラも持たないで、これ1台で旅行に気軽に行けるっていうのは、これいい点ですよね。その他にも指紋認証ですとか顔認証両方搭載されておりますので、まあ、好みに分けて使うことができたりとか、まあ、その他にも嬉しい機能というのは結構盛りだくさんとなっております。はい、ということでね、もう本当毎年ね、スマホのこの進化というのは恐ろしいなと感じるわけなんですけれども、今回もね、すごい衝撃を受けました。詳しい機能はぜひ概要欄見てみてください。それでは本日はご視聴ありがとうございました。 See you!